仮想観王会。一。もや、もや、もや。もやの日が続いた。五分色のもやで宇宙が塗りつぶされた。そしてその冷たいもやは,は、遥かの遠方から押し寄せてくる暖かいものを、そこで食い止めていた。 食い止めて吸収していた。もやの中で桜の蕾が目に見えて大きくなっていった。人間の感情もまたそのもやの中で大きくなっていく桜のつぼみのようなものだ。町の人たちはもう花見の話をしていた。もやが濃くなり暖かくなるにつれ、 桜の蕾がその中で次第に大きくなっていくように、人間の感情もまたその雰囲気の中で次第に膨張する。前田鉄工場の職工たちの感情もまたそうだった。従前通りに続いていく雰囲気の中で、彼らの欲求感は次第に膨張して弾けようとする力を持ち出してきていた。 彼らの要求、それは極めて簡単なものであった。そしてまた、それは極めて死闘な要求であった。季節が気温の坂を上るにつれ、花の蕾が膨張せずにはいられないように、彼らの生活もまた転がるに従って膨張していた。ある一つの細胞が、 その環境の中で自然に膨張していくとき、人工的ないかなる力もそれを抑えることはできない。もし一つの蕾つを枯らすことなく、そのままの大きさに留めておくことができたら、それは魔術である、奇術である。時代の波に浮かべてある生活の船から、完全に加速度を奪うことができたら、 これもまた魔術であろう、奇術であろう。魔術師ではない彼ら職工たちが自分たちの生活の膨張と加速度等を自分の力でどうすることもできないのは極めて当然のことであった。春になれば暖かくなり花が咲く。それと同じような自然の成り行きであった。 しかし、それを彼らの工場主、前田弥平氏は全然認めてくれないのだった。彼のそういう態度は、花はもう散ろうとしているのに、その花を蕾として認めているようなものであった。そんなことを言ったって、一般に禁縮の時代じゃないか。こんな時に、そりゃ無理というもんだ。 前田工場主はそう言うのだった。しかし彼らは決してその生活を傍聴させようというのではなかった。現在の状態について要求しているのだった。それなのに前田工場主は緊縮政策をもってにべもなく彼らの要求を退けた。まあここしばらく、 生活を緊縮することだ。実を言うと、工場の経費だって緊縮したいところなんだからな。まあまあ、できるだけ生活を緊縮して。何を緊縮しろ緊縮できるくらいなら何も言わねえや。職工たちには、とうとう我慢のできない日が来た。2> 2 しかし、工場主の前田弥平氏は、やはりそれが不安になってきた。奥深い部屋の隅に春にもなれば、春の陽光がさす。新しい時代に対して目を覆っている前田弥平氏の目の底にも、新しい時代の世相の影が映らずにはいなかった。その影の中に、 新しい時代はいかなる姿で映っているか。それを見たとき、前田野兵氏はじっとしてはいられなくなってきた。彼はいろいろと考えた。嵐の暗雲をはらんで、ものすごいまでに賃貸した前田鉄工場。それに対していかなる手段を取るべきか。彼はその対策に迷った。 しかし、ある一つの細胞は、外部からのより大きい反対の力が加わらない限り、次第に生育し、膨張していくに相違ない。前田弥平氏が思い悩んでいる間に、嵐の暗雲は次第に近づいてきた。前田氏はその時初めて、自然率を否定している自分に気がついた。 ちょうどその時、前田氏の広い庭園の一宮で五六本の山桜が開きかけていた。よし。彼はその窓から開きかけている山桜を眺めながら叫んだ。そして彼はすぐ川本老人を呼んだ。川本老人は前田家の雑事のために、 毎日彼の家へ通ってきている海軍上がりの老人であった。川本、すぐ花見の着物を注文してくれ。すぐだ。花見の着物それは珍しいことですね。しかし、色い々ろいろ種類があるでしょうから。どんなんでもいい。どんなんでもいいんだ。とにかく至急。 六七十人分こしらえさせてくれ。四十人分四十人分もどうなさろうと言うんです。お花見の着物などを。職工どもに花見をさせてやるのだ。職工は確か六十二三人だったな。しかし、職工に花見をさせたところで、今の状態じゃ無駄じゃございませんか それよりも。無駄かもしれん。しかし、わしにはわしの考えがあるで。さっそく、こしらえてくれ。前田氏は、怒ったようにして言って、手にしていた葉巻の灰を落とした。では、食行のなんでしたら、安物でいいわけですな。無論、安物でいい。一日で済むものだからな。だが、 同じ色で、同じ模様で揃えてもらいたい。それから、同じ仮面を七十。同じ草履を七十。まあ、同じ仮装を七十人分揃えてもらいたいんだ。大急ぎでな。どんなに忙しても、五、六日はかかると思いますが。それは仕方がない。ただ、その出来上がる日が決定したら、 すぐ工場の方へ、いつ一家に早朝から花見をするということを言ってやっておいてくれ。前田氏はそう言って何事かを深く考え込んだ。前田鉄工場は前田弥平氏の単独経営で小さなものだった。しかし、そこには前田弥平氏の先制的な独裁が敷かれていた。 彼の一存でその工場の待遇制度はどんなにでも変えることができた。それだけに今度の葬儀は解決に骨の折れる感情のもつれになってきていた。しかし、またそれだけに前田野平氏の魔術が案外うまく成功するかもしれなかった。咲いている花を蕾として認めさせようという 彼の魔術、彼の奇術。三。その世代の世相を最も敏感に受け取るのは青年である。無意識のうちに彼はその敏感な全神経でその時代の世相を受け取っている。ケンザブローは、 養父のその計画を密かに笑っていた。今の時代の空気の中に息づいている職工たちが、お花見ぐらいの凶で、決してその要求を曲げるものでないことを彼は知っているのだった。そして彼は養父の態度に対して反感をさえ抱いていた。健三郎は前田弥平氏の長女、 弥生子と婚約をした頃の健三郎ではなくなっていた。婚約当時の健三郎と今の健三郎とは全然別個の人間であった。彼はそして弥生子との婚約を悔いてさえいた。弥生子を嫌っているのではなかった。弥生子の全生活を包んでいる空気を嫌っているのだった。 それはもはや好き嫌いの程度ではなく、彼の全人格を揺り動かして生まれた感覚であった。彼は彼の全人格をもって弥生子を嫌い、弥生子を包んでいる空気を否定していた。彼は相伴のことその妖歌を逃げ出そうとさえも考えていた。しかし、 そこに一つの未練があった。先制的独裁は、その手のひらの中の制度を最も容易に変革することができるからである。手のひらを返すように、全然反対の制度へと容易にそれを変革することができるからである。もし彼が野兵士の養子として、前田鉄工場の支配権を継ぐなら、 自分が全然否定しているところの、その工場の待遇制度を、全人格的に肯定できる待遇制度へと変革することができるからであった。それを未練として、彼はその不快な空気の中に、弥生子の将来の夫として留まっているのだった。健三郎は、養父・野兵の前では何も言わなかった。 言っても無駄だと思っているからであった。しかし彼はその裏面では常に不平を持っていた。そして自分の意見に耳を傾けてくれる者に対しては、洋夫野兵のとっている態度の一切を否定し、自分の意見を述べることがあった。その相手は多くの場合、書生の布川であった。 書性の布川は、健三郎とは三つの年齢の差があった。しかし、布川は、健三郎ほど敏感に、新しい時代の世相を受け取ることのできる青年ではなかった。彼はどことなく、感覚神経に欠けていた。その代わり、彼は燃えるような情熱を持っていた。彼は、 火の塊のような青年であったそして賢三郎を絶対のものとして信頼していた信者がその神を信頼するようにして信頼していた賢三郎の言葉は布川にとって絶対であった燃えるような情熱を持って賢三郎の言葉を実行に移そうとするような 布川はそういう青年だった。行ってよく様子を見てきました。あなたの言うとおりです。鉄工場へ花見の火葬を運んで行ってきた布川は、帰ってくるとすぐそう剣三郎に告げた。あなたの言うとおりです。お花見ぐらいではどんなことをしたって収まりません。悪くすると、 あなたの言う通り、暴力が持ち出されそうです。やむを得ない。ああいうわからず屋の親父には、当然、テロリズムを示さなくちゃならないだろう。それは、職交側にしたって、そんなテロリズムによらずに強調できれば、その方がいいに違いないが、相手がわからず屋では仕方があるまい。暴力しかし、この場合、 暴力なんかでうまく収まるでしょうかね。第一、暴力なんかというものは、正しい方法じゃないのでしょう方法としては正しくなくとも、ある一つの段階を超えるための手段としては、正しい手段ということができるだろうね。しかし、暴力なんてものでうまく収まるものでしょうか。あなたなら、 あなたがもし職工側にいたのでしたら、この場合どうしますやはり暴力で行きますかね僕かね僕なら徹底テロリズムを持ち出して、親父のやつをまず真っ先にやっつけるだろうね。健三郎はそう言って微笑んだ。真面目とも不真面目ともつかない微笑であった。しかし、 布川はどこまでも真面目であった。でも、あなたはそれで自分は犠牲者になってもいいのですか犠牲者になってもやろうとお思いになりますかなぜ君はそんなことを聞くんだね鉄鋼場の職工たちがテロリズムを持ち出せば、君までやっつけられると思っているのかね君は案外臆病者だね。安心したまえ。 いいくらららななんででも君ままやられるるようなことはあるから僕はそんなことを恐れているんじゃないんです。僕は知りたいのです。正しいことを知りたいんです。あなたがテロリズムを肯定していて、ある手段として肯定していて。さて自分がそれを実行する場合に、自分は犠牲になってまで、 それを実行するだけの熱の持てることでしょうかそれだけの価値のある手段でしょうか自分が犠牲になって。そりゃあ君、それだけの価値があるさ。健三郎は真面目に顔を緊張させていった。例えば僕でもいい。僕なら僕が一人犠牲になることで。 50人も60人もの人間の生活を保障することができたら、それでいいじゃないかね。50人、一家族を平均3人として、150人からの人間の生活を保障することができたら。しかし、しかしですね、今のような場合に旦那がやられたとしたら、あなたはその職工側に対して好意を持つことができますかしら 行為それはあなたでなくてもいいんですがね。便宜上あなたを例にして前の工場主が暴力でやられているのに、その子供なり養子なりがその工場の後継者となった場合にうまく折り合いがつくでしょうかかえって反感から悪い結果になりはしないでしょうか君はある局部だけを見ているんだ。 その工場の職工たちが暴力で勝って、そのために犠牲者を出して、その上その工場の人たちはたとえその後うまくいかなかったにしても、対局から見たら結局はプロレタリアが勝っているのじゃないかね。しかし、局部を見極めることも必要だと思うんです。あなたの場合だったらそれをどう解決しますかね。養父がやられ、 その上に、職工たちの要求に。君、僕をそんな人間と思うのかね僕をそんな無理解な人間だと思うのかね職工たちが正義のために取った手段に対して、僕がとやかく思う人間だと。わかったです。それでわかりました。布川は凍えながら叫ぶようにしていった。 つまり、テロリズムを持ち出す場合は、その場の様子を見なければいけないわけですね。そして、相手の様子によって。それはそうだよ。戦いじゃないか。今時は、そんなテロリズムを担いでいる投志なんてないだろうからね。しかし、その場合によって、どうしてもテロリズムで行かなければならないことがあったら、それは仕方がないじゃないかね。 たとえテロリストでない人間でも、その場の成り行きで、急にテロリストになることだってあるだろうし、僕ならその工場の後継者として、そのテロリストの行為に好意を持つね。僕はそして、その犠牲になったテロリストの犠牲に対して、報いるだけのことをするね。その時、その部屋のドアを誰かがノックした。 どなた健三郎は顔を上げていった。私よ、入ってもいいことドアが外から開いた。入ってきたのは健三郎の婚約の令状、弥生子であった。四。朝は深いもやのために耳に色に曇っていた。 晴れる、晴れる、大丈夫、晴れるよ。仮面の男が街灯の空を見上げていった。花曇りさ。青空が見えてきたよ。同じ仮面の男が言った。前田鉄工場の仮想観王会に行く前田鉄工場の職工たちであった。集合場所は、 新宿の駅前になっていた。同じ仮面をつけた同じ仮装の人間がその住宅から三人、五人ずつ連れ立って集まってきた。最初はその声色や体の格好で仮装の中に包まれている人間が誰であるか半然とわかった。しかしそれが次第に多く合流していくに従って、 誰が誰であるか全然わからなくなっていった。新宿の集合場所には工場主、前田弥平氏が早朝から行っていた。彼は家族の者にも職工たちと同じ仮装をさせて引き連れてきていた。しかし彼自身は背広の首に花見の手ぬぐいを一本結んでいるだけで、 仮装はしていなかった。従ってそこへ集まってくる職工たちの目には、自分の同志の誰が来ているのかはわからないが、工場主、前田弥兵の来ていることだけはすぐわかった。仮装の職工たちはそこへ集まってくると、まず工場主のところへ行ってお辞儀をした。前田弥兵は、 応用な微笑でそれを受けていた。職工たちはもしその同一の仮装をしていなかったら、こんな場合彼の前に行ってお辞儀をするようなことはなかったかもしれない。しかし、同一の仮装のため、もはや誰が誰であるか全然わからなくなっているのだった。そのことが彼らをして何の懸念もなく、 工場主に対してお辞儀をさせたのだった。前田弥平は豪胆な一面を持っている男だった。仮装の職工たちからそうしたお辞儀を受けるために自分だけが仮装せずにいるのがすでに彼の豪胆を語っていると言ってもよかった。彼はそして職工たちが個人として自分に対する場合、 自分に対してどれだけの好意を持っているかを見ようとして、この同一仮想の人間を作り上げたのかもしれなかった。職工側の方ではまた、その仮想が全部同一のものであったために、今日の花見のことを受け入れたのかもしれなかった。いずれにしろ、前田彌平氏の計画の第一歩は、 とにかく成功したのだった。五。観王会の場所は、武蔵境の小金井であった。同じ青と白との島の着物を着て、同じ仮面を着けた六七十人の職工たちは、ただ一人背広を着ている工場主を取り巻くようにして、 長い土手の上をなだれていった。用水堀の両側の土手からその中央の流れの上に桜の花は時色の霞のように咲き続けていた。絞りたての牛乳のようにかすかに暖かで柔らかな空気の中に桜の花はどこまでもおっとりとほこらかに咲いているのであった。 花見の人たちはその舌を潮菜のように練っていた。いくつもいくつも団体の仮装が通った。歓声が高らかに至るところから上がった。子供の泣き声がした。喧嘩があった。急ごしらえの茶店からは大声に客を呼んでいた。それは花と人間との接触ではなかった。 人間と人間との接触。まるで人間の洪水を見に来ているようなものだった。そして桜の花の方が帰って、ある一つの落ち着きを持って、じっとこの人間の創造しい芝居を眺めていた。その雑踏の中でも、前田鉄工場の仮装団は特に目立っていた。 彼らはその仮装が同じばかりでなく、同じような興奮で語り、同じ声で叫び、そして時々彼らは労働家を合唱した。ある者は工場主を罵倒し、ある者は皮肉を投げつけた。しかし工場主の前田弥平氏はその気候の中の一つの細胞のように愉快な笑いで語りながら、 彼らと一緒にもつれていた。それは嵐をはらんだ青白い雲だった。青白い雲のように彼らの一団はその人間の洪水の中を通り過ぎていった。長い土手を中ほどまで来たとき青白い火葬団はそこの雑木林の中へなだれ込んでいった。 仮想観王宴会は、その雑木林の中で催されるのだった。青白い仮装団は、雑木林の中いっぱいに広がった。持ってきた折り爪の弁当が渡された。瓶詰めの酒が配られた。前田弥平氏は、そこで一条の挨拶をすることになった。寄生者の生活にはしばしばのこと。 一条の挨拶がもつれついている。彼の挨拶もまたそれに過ぎないものではあったが、彼はその挨拶のカテゴリーにおいて、自分の計画の第一歩を踏み出そうとしていることはもちろんであった。彼は仮面の群れに向かって声を張り上げた。将君、私は今日、 この仮想観王会の主催者として何よりもまず今日の晴天であったことを諸君と共に喜ぶものであります。誰も喜んでなんかいねえや。誰かが後ろから怒鳴った。仮面の目が一斉にその声の方へ集中した。んとだふりゃあよかったんだ諸君。 空には花が今や満開です。平和な空に花は共に楽しく微笑んでいます。そして地には我々人間がこうして今平和な喜びをもって宴会を開こうとしています。共に楽しみ、喜びをもって平和を。嘘をつきやがれ。また一つの仮面が怒鳴った。 証拠を見せてやれ、証拠をその時だった。仮想の一つがシャモのように飛び出していった。次の瞬間にその男は野兵士が首にかけていた花見の手ぬぐいに手をかけて野兵士をぐっと背後へ引き倒していた。そしてその男はその手ぬぐいの端を握って野兵を引きずり回した。 夜兵氏は声を立てることもできずに身をもがいた。しかしその男はその手ぬぐいの端を離さなかった。彼は夜兵氏の体を引きずって駆け回った。乱暴はよせ乱暴はよせしかしそう言って五六人の者がその男の手から夜兵氏を離させたとき、それが どの手から離させたのか分からなくなっていた。そして、野兵士はもう死んでいた。おい、死んでいるじゃないか。誰だ、今のは一体誰だもちろん分かるわけはなかった。同じ七十の顔から、それが誰であるか見分けることのできなかったのは、もちろんだった。 前田鉄工場の職工たちは官王いのその場からことごとく警察に挙げられたそして前田弥平氏考殺のことについては夜を徹して厳重な取り調べが続いたしかし誰もそれを自白するものはなかったでは誰じゃないかな ぐらいの想像ならつくだろう。係の警察官はそう聞くより仕方がなかった。それがどうも70人近くの人間がみんな同じ着物、同じ顔をしていたものですから。一体あの仮装はどっちが考えたのかね工場主の方で考えたのかそれとも君たちの方が考えたのかねあれは 工場主の方で考えて必ずその仮装をして出るようにとのことでしたもんですから。わからん。どうもわからん。係の警察官はそう言って頭を振りより仕方がなかった。工場主は一体なぜあんな仮装を君たちにさせたのかね。何か目的があったのだと思わないかね。 私たちにはわかりませんです。どうも不思議だ。でも工場主が、職工たちとの間を親密なものとしようとして、花見をしたことだけはわかります。それはそうだろう。しかし、なぜあんな同じ仮装をさせる気になったか。どうもわからん。結局、 そこに挙げてきた職工たちの中から犯人を探し出すことはできなかった。職工たちと同時に工場主と一緒だったその家族の人たちも一応は調べられた。もちろん犯人はそこからも上がらなかった。警察ではそしてその職工たちの中から、 最も過激的であると睨んでいた七八人を残すより他に仕方がなかった。事件の端緒が間接的にも直接的にも今度の葬儀に発しているからである。その七八人の中から分けても真犯人としての嫌疑をかけられているのは山本と河瀬とであった。山本は 前田鉄工場へ来る前に、ある大きな鉄管工場に働いていて、その工場に葬儀があったとき、その工場を経営している会社の社長の自宅を訪問し、社長にピストルを突きつけ、脅迫罪の前科を持っている男だったからである。そして河瀬は、前田鉄工場の今度の葬儀に際して、幾度も工場主、 前田弥平氏をその自宅に訪問し、その度に脅迫的な言葉を持って弥平氏と激論していたからであった。しかし、この二人の権威者にも、その証拠となるべき十分な何者もなかった。しばらくして彼らも放免された。そして前田弥平氏殺害事件は、忙しい社会から、 新しい事件の下積みとなって次第に忘れられていった。警察の方でもまた真犯人検挙のために注いでいた全力を中止してその方針を改めなければならなくなってきていた。七主人の野兵士を失った前田家ではその鉄工場を 他人の手に渡してしまおうという話が持ち上がった。個人でその工場を経営しているばかりに、しばしばのこと、その家人までが嫌な思いをさせられるからである。そしてその工場を手放すことによって、彼らの今後の生活は安全らしく、しかも平和らしい殻の中に閉じこもることができそうだったからである。 娘の弥生子もまたそれには賛成だった。が、養子の健三郎はそのことにはどうしても賛成しなかった。健三郎には前田鉄工場を模範工場にしたい野心があった。従来のいわゆる模範工場ではなかった。彼は彼の中の理想の世界の一部をその工場に移したいのだった。 それは困難な道に沿いなかった。しかし、健三郎の若い野心は、新しい時代の社会の要求として、自分の目に映じたその世界を、そこに実現してみずにはいられない希望に燃えるのだった。そして、健三郎はこれまでの書斎の生活を離れ、若い工場主として、実生活への第一歩を踏み出すことになった。 ちょうどその頃、これまで前田家の書生としてそこに帰職していた布川もまた、健三郎と同じように実社会へと乗り出していくことになった。とにかく、僕は命を投げ出してやってみようと思うんです。布川はそう、健三郎に向かって言うのだった。しかし、彼には別に、 自分としての特別な意見があるわけではなかった。彼のそれはただ、健三郎の常からの言葉を実行に移そうとしているに過ぎないものだった。まあ、どこまでやれるかやってみるんだね。僕は君の情熱を尊敬しているよ。とにかく僕の目指しているところと、君の目指しているところは同一場所なんだからね。 ただ、その場所へ行くのに、表からと裏からと、その行く道が違っているだけなんだ。大いにやろうじゃないか。僕はやります。僕は、生命を投げ出してやります。しかし、前にも言ったことがあったように、テロリズムだけは、その場をよく見ないと、馬鹿らしい犠牲に終わるからね。僕だって、それは十分考えています。 運動の方へ行って、とにかく僕はこれから一つやってみますから。そして、布川は前田の家を出て行った。布川のそれからの生活は、工場労働の不平不満を背負うという生活だった。それは白熱している鉄塊に裸の体を打ちつけるような生活であった。しかし、 布川はそれに耐えていた。八。もや、もや、もや、もやの日が続いた。古墳色のもやで宇宙が塗りつぶされた。そしてその冷たいもやは、はるかの遠方から押し寄せてくる暖かいものを、そこで食い止めていた。 食い止めて吸収していた。もやの中で桜のつぼみが目に見えて大きくなっていった。人間の感情もまたそのもやの中で大きくなっていく桜のつぼみのようなものだ。町の人たちはもう花見の話をしていた。もやが濃くなり暖かくなるにつれて、 桜の蕾がその中で次第に大きくなっていくように、人間の感情もまたその雰囲気の中で次第に膨張する。前田鉄工場の職工たちの感情もまたそうだった。一年前のこの工場の待遇に比べれば、はるかにいいものにはなっていたが、しかし彼らはもはやその待遇に慣れきっていた。 そればかりではなく生活は雪だるまのように転がれば転がるほど次第に大きくなるものだ。彼らもまたあの時から次第に大きくなってきていた。しかしあの時よりは良くなり大きくなってきているということは必ずしも現在を満足させるものではありえない。あの時の彼らの生活が 人間以下の生活であったように、現在の生活もまたそれは人間以下のものであった。豚の生活にもその飼い主によっていろいろの生活がある。孔の飼い主から乙の飼い主の手に移って、ある豚ははるかにいい待遇を受けたかもしれない。しかしそれはやはり豚の生活であって、 人間の生活ではない。自分たちの生活が人間以下のものであることを自覚した彼らが、そして一方に自分たちの労働を搾取することによって豪奢な生活を構えている前田健三郎を見ると、彼らは当然要求すべきものを要求せずにはいられなかった。前田健三郎は、 工場主として、職工たちのその要求を当然のものとすることができなかった。彼は彼自身、職工たちに対して相当以上の理解のある工場主であることを信じていた。そして彼は職工たちに対してできるだけの待遇はしてきているはずだった。工場主としての自分のそういう気持ちを知らずに、 なお、この上に要求を重ねようとしている職工たちの貪欲を思うと、健三郎は意地でもその要求を退けてやりたい気がするのだった。前田健三郎はその対策についていろいろと考えた。書斎の前の路台に塔の長椅子を持ち出させて、その上に長々と寝そべりながら、 彼はその対策を考え続けていた。彼の白い手に挟んだ高価な葉巻からは青白い煙が静かに立っていた。そして庭の隅の五六本の山桜はもう咲きかけていた。うららかな物ウい春であった。そのうららかな自然の中で 愛戦っている一方の人間が十分の余裕を持ってその対策を考えているのだった。そこへしばらくぶりに布川が彼を訪ねてきた。健三郎は布川を自分の書斎へ通させてそこで会った。いやあ、しばらくじゃないか。しばらくです。 布川は油の染みた背広を着ている。それはところどころ破れてさえいた。その後どうしているねこの通りです。運動をやっているんだね。やっているんです。それで今日はお金を寄付していただこうと思ってきたんです。どこかに葬儀があるのかね あなたにも似合わないことを言いますね。葬儀ならいつだってどこにもありますよ。しかし今日はその葬儀の費用をいただきに来たわけではないんです。何をする金なんだね。職工たちに仮想観王会を開いてやろうと思うんです。今年も金、ね、君。いつもいつも 柳の下に土壌はいないよ。一体、どこの工場だね。前田鉄工場です。前田鉄工場ケンザブロウは、懸念そうに顔を緊張させて、そのシワの中に恐怖的観念をたたみ込んだ。そんなに驚きにならなくてもいいですよ。私はあなたを、どうしよう、などと思っていないんですから。 ただお金をいただければいいんですから。僕は出さんねえ。僕は前田鉄工場の職工たちにはどんなことをしても出さんねえ。職工に出してくれというのじゃありません。私に出してください。私はあなたの最も大きな過失を知っている人間です。その私が職工たちに 少しは人間らしい生活をさせてやりたいからって、こうして頼むんですから、出せないわけはないでしょう。しかも、それはあなたの過失によって、あなたが職工たちから搾取したものじゃありませんか。それを、そのほんの一小部分を、職工たちに返してやれないわけはないじゃありませんか。君は自分の罪を、 僕になすりつけようとしているんじゃないのかね。ケンザブローの声は少し震えていた。私はそんな卑怯な男じゃないです。私は自分の行為には生命を投げ出して責任を持っています。君は少し不良になったようだね。君は僕の言葉をあんなに信じていてくれたのだが。 しかし、あなたは謝っていたじゃありませんか。今は私の方が正しいのです。私は当然、職工たちの代表者として、それだけの要求をしていいはずです。君が正しい君が卑怯な男でないそれで僕の方が謝っているのかね君はまさか自分の罪を僕になすりつけるつもりじゃあるまいね。 私はそんな人間じゃありません。しかし、あのことなら、それはあなたが殺したのですよ。僕がそうです。そりゃ、私はあの手ぬぐいを引っ張ったですけれども、私は手ぬぐいを引っ張った手にすぎなかったのです。引っ張るべきだという意志は、あなたが私に強いた意志じゃないですか。君、 そんなことを大きい声で言っちゃ困る。僕はそんなつもりじゃなかったんだ。しかし、それは事実です。あなたはテロリズムの話を持ち出したとき、私に何と言って教えたか、それを思い出してください。私はそれを実行したまでじゃありませんか。君、しかし、しかし。ケンザブローの声は、 ひどく震えた。大丈夫です。あなたがその話を持ち出して、私を罪人のように言うから、私はそう言っただけです。誰にも公言なんかしやしません。でも、君は僕の過失だと言うからだよ。僕の過失から。私の過失と言ったのは、誰が殺したか、その責任を言ってるのじゃないです。 あなたは資本家として、職工たちの生活を改造してやろうと思っているのでしょう。それを言うのです。それが過失じゃないでしょうか。例えば、資本主義は職工を搾取する機械でしょう。あなたはその搾取する機械を運転している資本家じゃないですか。私の言った過失というのはそれなんです。 まあ、それはそれでいい。それなら僕の過失でいい。それで君は、職工たちにどんな仮装をさせるのかね仮装をさせるのにそんなに金がいるのかね私は仮装勘王会はしません。ではどうしてあなたが去年の仮装勘王会の頃のことを思い出して、 職工たちの今度の要求を全部入れてやっていただきたいのです。全部全部です。布川はそう言ってじっと健三郎の顔を見つめた。健三郎も布川の顔を見つめた。二人の間に沈黙が続いた。